日本の鉄道は、日本人だけでなく、海外からも人気が高く、その高性能な車両や運用システムが話題になることが多い。朝の通勤時などは、利用者が集中するために、分刻みの運行が行われ、忙しく働かれている駅員さんを目にすることがある。では、日本の鉄道のダイヤは世界一過密なのと思えば、日本と同じぐらいか、それ以上の過密ダイヤでの運行がされている国もあるとか。日本の新幹線や在来線は、通勤時間帯には分単位で運行されているが、ダイヤの過密さは、単純に1時間あたりの運転本数で測れるものではないそうだ。では、どうぞ。映像は、日本の鉄道の動画を多数制作されているフランスの方が投稿したもので、東京、大阪、千葉、新潟など、日本各地の駅で撮影した、ラッシュアワー時の運行風景が紹介されています。投稿者さんは、日本在住なのか、時折旅行で訪日されているのかはわからないのですが、ホームページでは、ご自身を、電車オタクと日本語で紹介されているなど、日本の鉄道が相当好きでいらっしゃるようです。運行本数の多さや日本の車両のバリエーションの多さなど、外国人にとっては、とても目新しい光景だったようです。海外の反応。すごい数の電車だね。でも、映像に映ってる車両の多くは、急カーブを問題なく曲がるには、ちょっと短すぎるように見える。スペイン。日本の鉄道は、オーストラリアのシステムより100年は進んでると思うけど、未だに、向こうの電車には車掌さんがいるんだね。俺も地元で、12年間車掌をやっていたんだ。自分にとって最高と言える仕事だったよ。経済的な理由と、最新化のせいで廃止されてしまった。いずれにせよ、いろいろな車両が続々現れる様子は驚くべきだった。この動画は素晴らしい。オーストラリア。驚異的な光景ですね、これは。スペイン。毎朝毎朝、踏切は開かずの扉って感じになるんだろうな。スペイン。しかしすごい密度。平行に走ってる線路が何本もある。9時40分なんて半端ないね。至るところに電車が。フランス。9時40分に映ってる駅は、東京にある品川駅なんだけど、長年、ずっと、僕のお気に入りの駅なんだ。鉄道ファンなら、みんな狂気すると思うよ。投稿者。狂気か。うん、間違いなくそうなると思う。フランス。しかも、品川には、2つ使われてないプラットフォームがある。俺も前に言ったけど、嬉しい驚きがたくさんあるぞ。フランス。素晴らしい光景をよくぞ撮影してくれた。フランス。すごいなこれ。15時24分の電車はこっちに向かってくるようだね。ああいう光景は今まで見たことないわ。ニュージーランド。あれは地上設備の県破壊用車両で、JRE491系だよ。投稿者。これだけ電車の本数が多いと踏切を渡るのも大変だろうね。ニュージーランド。何これ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。アメリカ。日本の電車内の雰囲気ってどんな感じなのか気になる。フランス。快適なのかってことかな？うん、車内は静かだよ。それもものすごくね。投稿者。長く、素敵な動画にメルシー防空。こういう映像をもっと見たいから撮り続けてね。美しいとすら思った。俺にとっては目の保養だよ。フランス。傑作。動画だと、信号機がチラチラと明滅して見えるね。日本だと LED を使ってるのかしらん？ロシア。素晴らしい動画をありがとう。デザートを味わうかのように堪能したよ。一番良い映像を最後の最後に持ってきたね。アメリカ。JR の電車を映した映像として最高傑作だと思う。タイ。超すげー。よくやった。8時30分に映ってる電車が気になるんだけど、あれはどこの？フランス。プロと見まがうくらいの撮影技術に驚愕した。俺も鉄道ファンだけど、
動画を見てる間は一時的に命を落として鉄道のパラダイスに行ったような気分になったね。日本が大好きな理由の一つはこの光景なんだ。ギリシャ。この動画、お気に入りに直行でした。オランダ。素晴らしかった。特に車両同士がかなり近い距離で並んで走ってるシーン。あの時の投稿者さんの撮り方がいいね。アメリカ。見終わった今も髪が逆立っちゃってる。良い光景だなぁ。今までにほんの鉄道動画はいろいろと見てきたけど、あなたの動画は頭一つ抜けてました。このまま素晴らしい撮影を続けてください。ベルギー。さすが鉄道王国だ。エクセレント。イギリス。俺がこの光景を生で見られる日は来ないんだろうなぁ。投稿してくれてありがとう。とてもプロフェッショナルで、ハイクオリティだった。まるであの場にいるような気分になれたからね、オーストラリア。せいせいせい。一般的な日本の鉄道のレールって狂気じゃないの？映像を見た感じ、どれも標準機っぽいけど。ドイツ。ほとんどの日本の私鉄は、狂気じゃなくて標準機を採用してる。フランス。日本の電車のデザインの多様性ってものすごいものがあるね。最高だよ。投稿してくれてありがとう。アメリカ。なんでそれぞれの車両にパントグラフがあんないっぱいあんの？イギリス。9時52分のシーンが半端ないけん。アルゼンチン。おお。俺電車が並行して走ってるのって見慣れてないんだよ。次から次へと続々電車がやってくる感じだな。まるで終わることのないパレードみたいだ。アルゼンチン。日本には素晴らしい鉄道システムがありますね。タイ。しかし一番の驚きは世界で最も時間に正確に運行されている日本の鉄道システムで、あの高速鉄道の新幹線でさえ驚くべき本数を可能にしている。やはりそこには驚異的な運行の時間の正確さがあるからで、これこそ日本が世界に誇れるものではないのだろうか。ちなみにモスクワの地下鉄が世界一の過密ダイヤと言われており、路線によっては1分間隔での運転が行われているそうで、世界は広いと考えさせられた。